ハム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 。ハム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 。え？私はローラ。みんなはよく私のことをローランと呼んでるの。私は、あ、そうだ。宇宙物理の研究者。今日は新しい探検企画の初日。子供の頃から天文学に興味があるの。こんな私でも遥かな宇宙に旅をする、宇宙飛行士になる夢があるんだ。系外惑星。そう、私たちが生きてるこのキャタタナスに似たような惑星を見つかるのが私の使命。でも系外惑星ってなんだろう。想像したことある？この広い宇宙に住んでいるのは私たちだけじゃないかもしれない。うん、絶対にいい発明品になるんだろうね。クレはおはらーん。今日の仕事はなかなか増えてきちゃう。探検の準備をしっかり用意しなきゃ。それに私クローン化されちゃうの。どうして断気するのが私じゃないの？私だって自分の身を守れるのに。カンフだってできるんだもん。で、DNA サンプルはもう取れた。これで私の内容も全部の記憶もあのデュープに復写されるはず。必要な証明とクローン証書全部完了したわ。クローン化は明日で始まるの。せめて宇宙の旅に出るのはまだ私の一部。はっきり言うと私じゃないの。私だけど、明日のクローン化さて、どうやって説明すればいいだろうね。クローンのことなんだけどさ、あいつはちょっと代謝が良くなくて。もう、とにかくあのクローンはめちゃくちゃだよ。全然私のことなんて反射してない。け、あいつ試験とかでもすると思ってる。くっそ、くっそ、夢はすでに目の前にいるはずだったのに。おはらーんなんて元気が出ない。今日はいつも通りローラの喧嘩状況を観察してる。私のじゃなくてクローンの、なんていうか私だけど私じゃない。もう一人の私だよ。おはらん、今日の仕事は多いけどまだクローンのことはちゃんと観察する。体力はまだ低いけど体の具合はだいぶ安定しているはず。もういきなり倒れたりしないようだわ。おはらーん、今日は評議会の人たちと会議をする予定があってね。その後はまたクローンの具合を観察する。適応力が弱くって感知するにはすごい時間がかかりそう。これが心配だわ。もう何週間だったんだろう。ほぼ2ヶ月間くらい経ったのに体力と適応力はまだそのまま。体が弱くて病気になるばっかり。
わけわからないことがあったんだ。あれ、オロラちゃんどうしてここに？だから先生が言った通り、実験室にいるはずじゃ。まあ、私がいないとこのきっかけは脳と心を失ってしまうからね。そう思わないのかな、ロジエ？ローラ先生だったのですか。すみません、気づけなくて。一体何回までこんなことが行わなきゃいけないのよ。飽きるんだよ。こんばんやん。仕事は終わったし、今日は見せたいものがあるの。ちょっと待ってて。じゃーん。髪の色を変えたんだ。どう思う？これだともっと大人っぽく見えるね、私。ローラちゃんと呼ばれるのは飽きたんだし、これだとローラ先生はもっと認識やすくなるでしょ。私のことは間違えないようにローラ先生と呼べ。こんにちは、こちらは先生なのでございます。さっき評議会の人たちと会議に出席したの。いろんなことを話したけど、とにかく事情があんまり良くない。これでほぼ6ヶ月間経ったのに何の回路もない。このままじゃ何もできないまま引っかかってしまう。なんとかしなきゃ。だから決めた。この探検は私が行ってくる。なんでだろう、これはずっと私の夢だったのに。代わりにロラちゃんがいるよ。